は鯛の厄介です。鯛は薄毛八幡神社の鬼頭に対し農業で栄えてきました。周辺では竹下が進む中、町内には現在も多くの田畑が残ります。現在の鯛厄介は明治初期から使用してきた仙台厄介に代わり、昭和31年に新調された3代目厄介です。当時はわずか30軒余りの小さな村で、先人たちの苦労努力により厄介が新調されました。大工は白浜の麦本正雄氏、飾り金具は天馬の川村三郎氏、彫刻は鹿間の3代目松本義弘氏と、いずれも名工たちの手により制作されております。鯛厄介の一番の特徴は屋根前後の門です。鯛の照明を用いて波間に鯛が跳ねる万中厄介唯一の図柄で異彩を放っています。その後昭和49年に打ち縫いを行い、平成7年には水引き幕を浦島太郎と竜宮城に鯛をあしらった図柄のものに新調し、平成18年には三菱彫りを新調し、現在に至っております。また厄介保存会主催の厄介展にも数々出展し好評を得ています。今年で新調から54回目の秋祭りを迎えますが、変わらぬ輝きを放ち続けている鯛厄介です。ここで乗り子の皆さんをご紹介します。6年生上田翔平君、南翔太君、菊竹修斗君、吉田健人君です。10月より青年会、三女会の皆さんから本格的に指導を受け、毎日練習に励みました。また稽古屋台での練習を繰り返し、本日本番を迎えることができました。今年も鯛の屋台面に新しい力が加わり、より一層華麗で優雅な調査が披露されることでしょう。鯛の皆さん頑張ってください。
けてお帰りください。タイの皆様ありがとうございました。カレーで優雅な